死に目に回してもらえないし、海に散骨したのか山に散骨したのか、いつ散骨したのかも何も書いてないですから、うん、納得できませんよね。今月3日ノンストップの独占インタビューで藤恵子さんの遺骨の行方がわからないと憤慨した藤恵子さんの実の兄三郎さん。その三郎さんに対し宇多田ヒカルさんがブチ切れた。宇多田、藤恵子さん兄に反論。宇多田が叔父猛批判ツイート、公の場で集大さらさず私に直接訴えろ。一昨日発売のスポーツ紙でも報じられた通り、宇多田ヒカルさんが叔父の藤三郎さんに激怒しているのだ。身内の者が世間をお騒がせしております。お恥ずかしい限りです。叔父に関して私が言及するのはこれが最初で最後です。先週金曜日、宇多田さんがツイッターで叔父の三郎さんを猛烈に批判した。たびたび小遣い稼ぎに利用され傷ついた母が、長年絶縁していた相手とはいえ身内を悪くは言いたくはないので、これまで静観していました。彼が本当に母のためを思うならば、公の場で醜態を晒さずに私に直接訴えればよいことです。事の発端は週刊誌が報じた三郎さんのインタビュー記事。宇多田さんの父テルザネさんに妹恵子さんの遺体への面会を拒絶されたことや、恵子さんと連絡を取れなくさせ家族をバラバラにされたことを告白。テルザネさんを許さないと批判した。それに対し宇多田さんが初めて反論したのだ。さらに宇多田さんは先月18日、絶縁状態だった三郎さんのもとへ手紙を送っているのだが、三郎さんはその手紙に違和感を感じたと以前ノンストップのカメラに語っている。中身は直筆ですか？いえ、ワープロでしょ。全部本人かどうか分かりませんよ。あ、本人かどうか分からない。分かんないですよ、この宇多田さんからの手紙の字が全て印刷のようだったことに疑問を持ったという。さらに日付について、でもこの時だってすでに日本にいなかったんじゃないですか。あ、光さんがだって、うん、だってイギリスに帰っちゃったでしょ。だってこのことに関して宇多田さんは、礼儀として事後のお知らせを発送しましたが、それすら私ではなく父が勝手に出したものだなどと彼が主張していると聞き、とても残念です。四十九日も過ぎました。母が安らかに眠れるようにこの騒ぎが一刻も早く収束を迎えることを切に願います。宇多田さん親子と三郎さんとの間に雪解けはあるのだろうか。ノンストップは渦中の三郎さんを改めて独占直撃。宇多田さんの猛反論を受け、三郎さんは一体何を思うのか。今日も気になるニュースを独自の目線でノンストップタブロイド、うん、はい、ということでですね、うん、宇多田ヒカルさんのね、はい、このまあちょっと亡くなってからのね、いろいろごたごたっていうのはちょっとね悲しい話ですけども、改めて今回はその亡くなられた藤恵子さんのお兄さん三郎さんに対してのコメントに対して宇多田さんが猛反発をしている。でご自身のツイッター9回に分けてその反発文章を載せているんですが、読み上げます。身内の者が世間をお騒がせしております。お恥ずかしい限りです。たびたび小遣い稼ぎに利用され傷ついた母が、長年絶縁していた相手とはいえ、この相手というのはつまり宇多田さんにとってのおじさん三郎さんを指しています。相手とはいえ身内を悪く言いたくないのでこれまで静観していました。
彼が本当に母のためを思うならば公の場で醜態を晒さずに私に直接訴えれば良いことです。つまり三郎さんが宇多田ヒカルさんに直接言ってきてください、うん、メディアを介さずにということですよね、うん、でテレビや雑誌に出るたびにギャラをもらっている人の発言動機を鵜呑みにするような人たちにどう思われようが構いませんが、汚い嘘に傷つき追い詰められる父を、つまり宇多田ヒカルさんの実の父テルザネさんです、その父を見て黙っていてはいけないと思いました。四十九日も過ぎました。母が安らかに眠れるようにこの騒ぎが一刻も早く収束を迎えることを切に願います。礼儀として事後のお知らせを発送しましたが、それすら私ではなく父が勝手に出したものだなどと彼が主張していると聞き、とても残念です。叔父に対して私が言及するのはこれが最初で最後のことですということなんですけれどもね、これが9回に分けて宇多田さんが、まあ、述べた心の内ということですよね。いや、かなりなんかこの強い文章というか、うん、ね、あの今赤線引っ張ってあるところもありますけど、そうですね、こうたびたび小遣い稼ぎに利用されとか集大とかね、はい、割とこう強めの攻撃的というかね、まあ、うん、まあ、かなり怒っているのかなっていうのが伝わってくる文章ですよね。そうですね、でこれを受けまして、はい、では叔父の三郎さんはどう思っているのか、うん、はい、今回ノンストップタブロイドでは取材に成功しました、うん、ただ、はい、カメラは映さないという条件のもと、うん、単独取材成功しました、はい、今回の宇多田ヒカルさんのブチギレ反論に対して、うん、叔父の三郎さんはこのように述べています。宇多田ヒカルさんが誰かに間違った情報を聞かされていると思った。誰かに、ここポイントですよね、まあ、だからお父さんにっていう感じに捉えちゃいますけど ね、これ言われたらね、はい、うん、でなぜ間違った情報を聞かされてるんじゃない、こういうふうに聞かされてるのかと思ったというと、うんうん、実は三郎さん、先ほど宇多田ヒカルさんのツイッターをご紹介しましたが、はい、この中に3つ間違ったポイントがあると指摘をしています、うん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 、まず1つ目、うん、今赤くしてあるこの部分、これが赤線なの、はい、傷ついた母が長年絶縁していた相手、これね、これ三郎さんだと思いますよね、ってことで言ってますね。ところがこの相手というのは三郎さん曰く、いえいえ私ではないんだと、絶縁していたのでは自分ではなく藤恵子の母澄子さんではないか、母、うん、つまり私と三郎さんと恵子妹ですよね、うん、良好な関係にあった、うん、どちらかというと恵子さんとお母様の方に確執絶縁関係があったんじゃないかという、その辺が意見食い違ってるよと、はい、指摘をしている、はいはい、で2つ目、ちょっと下にありますが、うん、私に直接訴えれば良いことです、うん、これは宇多田さんのツイッターですから宇多田ヒカルさんが自分に対して、いやいや叔父の三郎さん、言いたいことがあるなら自分に言ってきてくださいといった文章です、うん、これに対して三郎さんはこちら宇多田ヒカルさんの住所も知らず電話番号を変えられ連絡が取れないんだ、まあ、言いたくても言えないよって、はい、おっしゃる通りです、うん、で実際に宇多田ヒカルさんがデビューした1998年ぐらいから三郎さんの話によりますと親族全員が宇多田ヒカルさんと連絡が取れなくなってしまったということなんですよね、うんうん、あ、なるほど、はい、うん、で先日藤恵子さん亡くなられた時も、ええ、三郎さんは宇多田ヒカルさんに連絡を取りたかった、うん、しかし連絡する術がなかったので、うん、実はこのような行動を起こしていたんです。こちらをご覧ください、うん、自殺した時にほら警察に新宿の警察署行ってうちの家内と行ってあの名刺、家内の名刺を警察の人に渡して連絡くださいということを言った宇多田君に、もしよかったら連絡してくださいということは言ったんだけど全然連絡来ないですから、もう何も連絡 しようがないですから、で電話、知らないし、うん、なるほど、新宿警察を介して連絡を取ろうとした、なんとかしようとしたんです。あ、連絡を取りたかったけど もう取る手段がないからってことですね、はい、うん、ですからここへは間違っていますよ、うん、そんなことができないんだという反論ですね、うんうん、で3つ目の間違っていると指摘した三郎さんのポイントはその下です、うん、テレビや雑誌に出るたびにギャラをもらっている人の発言動機とありますが、このギャラをもらっているというのは宇多田ヒカルさんが言う曰く三郎さんのことですよね、うん、それに対して三郎さん、はい、
いや、ギャラはもらっておりません、うん、しっかり反論しています。いろいろなこういうテレビ出たりとかいう時にはギャラもらってないよと、はい、あ、まあ、双方がまあこういう意見食い違ったりね。で、現に三郎さんは居酒屋を3店舗以上経営しておりまして、あとはマンションの賃貸収入などもあることからお金にはまず困っていないということです。あ、現在別にそんなにそういうね、お金困ってるからこういうことやってんじゃないかと思う人もいるかもしれないけど、そうじゃないよ、お店もやってるし、だからこういった今挙げた3つのポイントがあるからこそ、お隣のフリップに行きますが、宇多田ヒカルさんが誰かに間違った情報を聞かされていると思ったと三郎さんはコメントしています。で、このままこのような真実とは違うコメントを宇多田ヒカルさんがこれ以降もするとなれば、このような動きに告訴も考えますと話をしています。これはびっくりしますね。マジっすか。この告訴も考えるって、告訴する内容についてはどういうことで訴えようとしてるんですか。合わせてもらえなかったことについてなのか、自分へのこの誹謗中傷だって捉えてなのか、両方可能性ありますよね。真実とはこれ異なっていますという言い方もあると思いますし、これでも告訴したらいよいよもう修復できないですよ、関係が。ちょっとね、なんかもう行くとこまで行っちゃうって感じになっちゃうんですね。ここまでこじらせるよりも、まあ、直接会えないにしろ、もうちょっと情報を整理して、はい、あのお互いがどう思って何を喋って間に誰がいるかっていうのをやらないと無理じゃないですか。まあ、でもちょっとこういう、まあ、分からないですけども、何かいい関係ではなかった、結構、まあ、昔からね、密に連絡取ってるような親戚関係だったらこういうこと起きなかっただろうし、はい、ちょっと今るちゃん、こういうね、言ってもでも亡くなられてね、その後にごたごたするってのは悲しい話ですよ ね。そうですね。なんかね、親戚トラブルっていうのはあることかもしれないんですけど、うん、メディアでね、通されてやっちゃうとちょっと、ね、宇多田さんもかわいそうだなっていう、まあ、有名人ではあるけども、こういう形ではやめてほしいっていう、うん、でもその方法しか連絡取りようがないんだっていう ね、双方がだから意見がぶつかってるっていう状況ですね、今ね。本当にご本人同士しか分かんないことってますからね。そうですね、はい、さあ皆さん、はい。